こんにちは、信州稲田の玉子屋の木村です。久しぶりの更新になります。今月はですね、申し訳ないことにですね、鶏の入れ替えをしてましてですね、なかなか更新ができずにおりました。まあその YouTube の更新もブログの更新もそうなんですけれど、それよりもっと大変なのは卵の数がですね、なかなか入れ替えの時期だと減ってしまうので、ただ年末に備えてこの時期にしないと良い卵、殻の丈夫な卵とか若い鳥の産んだ卵にするのがちょうどこのタイミングなんですよね。だから皆さん、せっかくYouTube とかブログとか楽天とかヤフーとか、あと本店サイトですね、ご覧いただいてもなかなかすぐに届かないという状態になっておりまして、本当に申し訳ないです。売店もそうですけれど、直売所をせっかく来ていただいてもなかなか卵はちょっとこの時期揃わなかったりして本当に申し訳ございません。ただより良い卵を作るためにっていうのと、僕ら手作りの餌で作ってるので、たくさん一度に作るということがなかなかできないです。特に入れ替えをしている時期だとなかなか揃うことができなくて本当申し訳ございません。そのような形で大変ご迷惑をおかけしておりますが、まあ見通しとしたら、もう鶏自体は卵を産むように新しい鶏舎の方に移ってぼちぼち産み出してるんで、まあ、10月の中旬ぐらい、まあ、そこまで行かなくても落ち着いてくるかなと思います。それまでちょっとお待ちいただけたらと思います。それまで注文して、すぐ届かないような形になってますので、予約という形で受けたまわる形、ネットは特にそうなんですけれど、まあ、売店の方はそうですね、来ていただいてという形になります。あとツイッターとかFacebook とか、あと LINE の方で登録いただければ、そうですね、この日は閉まってますよっていう、閉店になっているとか、ネットの場合だと、何日に届くよっていうのを公開してますので、それを参考にして先の注文を予約していただければ大変ありがたいです。すいません、そんなような形でなかなか更新もできずに、更新したらこのようなご報告で大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。さて、話は変わって信州の秋の様子をお届けしたいと思います。もうだいぶ、実はですね、こっちの田んぼはもう稲刈りしてます。ブルーシートがかかってるのはコンバインですよね。でもう稲ももう刈り始めて、実はこの段って、まあ稲市は河岸段丘なんで、こうだんだん天竜川があって、そこからだんだんに上に登っていく形になってて、僕ら住んでるとこ一番上なんですけど、稲刈りって割と下の方から始まったりとか、まあ一番最初に植えたとこから刈るんですけど、僕らの住んでるこの場所って稲刈りが一番後の方になるんですね。だからまだ刈ってるとこもある、あちらのように刈ってあるとこもあるんですけれど、割とまだ周りはこんな感じで、まだ稲が実ってるところが見られるような状態になってます。ただ今週、来週末ですか、台風が来そうなので、ちょっと刈るスピードも上がってくるんじゃないかなと思っています。あとそうですね、以前はこの辺りでもイナゴって知ってますかね、こうバッタみたいな、あれこの辺りでは佃煮にして、僕ら子供の頃はよく見かけたんですけど、最近は佃煮も見かけなくて、高級食材になって、高級タンパク質ですね。それもこの辺りよく飛んでたんですけど、もうほとんど絶滅状態で見られないです。前はこうちょっと歩くだけでパタ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 って飛んだりとか、小学校の頃はこの田んぼの中の刈った後をこうイナゴ取ったりとかしたんですけど、もう今はとてもとてももう何年も見てないです。まあ、いるとは思うんですけれど、ただこの辺りだともうほとんど見かけることはなくなりました。あとトンボが、そうですね、ちらほら飛んでます。こう見えるかな、上の方とか僕の背後に飛んでるかもしれないんで、またよかったら見ていただければと思います。あとはそうですね、信州の紅葉はまだ、最近はもう秋といってもだいぶ夏、今日も半袖なんですけど暑いので、信州ではそうですね、紅葉のシーズン、まあ、山の上の方は多分中アルプスの上とか南アルプスの上は始まったかもしれないですけれど、
麓に降りてくるのは本当に10月の中旬、20日とか下旬ぐらいになるかですね。で、秋の風物詩って言ったらコスモスだったりとか、あとそうですね、ここからあの山の奥の方に見える美濃の上古田というところで赤そばの里っていうのがあるんですけど、そちらのそばが今ちょうど今月いっぱいまで見頃というふうに地元のローカルテレビで報道されてました。まあちょっと今年はコロナの影響で直売所もあのそば祭りって言ってそばも食べられるんですけれど、まあ、赤そばじゃなくて白そばらしいんですけど、それは今年はなかなかできないということで、そばだけ観覧はできるようなことを言ってました。まあ遠くから来られる方はしっかりマスクとか消毒とか気をつけていただいて、いらないお土産とか持って帰らないように気をつけていただける、まあそれは僕らも一緒なんですけれど、そんなような形です。ちょっとこんなような形でたどたどしいのは相変わらずなんですけれど、さっきも車通っていったらおじさんがなんだこりゃみたいな顔をして、ちょっと恥ずかしい思いもしましたが、こんな形でお届けしています。まあぼちぼちひよこの方も大きくなってきてるんで、また頃合いを見てあげていきたいと思います。それではまた次回をお楽しみに。